高沖、久しぶりだね。そう、あなたが彼女をこの部屋に連れてきた。僕にはもうこんなことしかできないからね。あなたには本当にすまないと思っているわ。違うよ高沖、道具である僕には自我も意識も必要ない。でもあなたは僕にその二つを残してくれた。マサトという名も与えてくれた。最後に人間らしいことがしたかったんだ。結局僕たちはこんな風にしか生きられなかったから。アテナを助けに行くよ。もう二度と会えないね、僕たち。多分ね、マサト。償う術はもう私にはないの。だから死ぬまでこのレオンの牢獄で。全てを放棄しての終身刑が私の精一杯なの。卑怯かも。